なんだてめえ、何してる。はって、いねえな。この島には激マブの女がいるって聞いてたからよ、会えるのを楽しみにしてたんだが。ああ、てめえ、その面はホルホース。よう、ジョータロ、覚えていてくれて嬉しいぜ。聖なる遺体を奪い取り、俺たちの邪魔をするてめえらを消せってよ。つべこべ言ってねえでさっさと来な。奴らを倒して手柄にするぜ。なあ、ジェイガイルの旦那。お前も波紋の使い手なのか。いや、スタンドって言うんだぜ。オープンだけ。受けんよりはスタンド。ちょ。よっ。いいのに拾ったぞ。はっきり言うやつ。おらぁ、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 やるじゃねえか。おら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 。ハモン、オラ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 オオラ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 ハモン、あぶねえぜ。よし、とって。邪魔げたぜ。Get it!
てめえ。二人で行くぜ。たまげたぜ。てめえ。たまげたぜ。波紋じゃねえ。その力、スタンドだと？そのうちわかるぜ、ジジイ。おい、なぜ俺たちを狙う？おめえらも遺体を集めてるのか？知らねえってのは滑稽だね。あのお方がおめえを狙う理由だと？そいつは言うまでもねえことだぜ。待ちやがれ。あわよ、丈太郎、丈さん。この島の美女によろしくな。会えなくて本当に残念だぜ。トロハイムと同じように消えやがった。ジョジョ、どうした？お前たち、やはり敵か？違うぜ、シーザー。そう、なんて言えばいいんだ。説明するのめんどくせえぜ。この連中は客だよ。久しぶりに会ったんでうっかり忘れてたが、俺の知り合いだ。知り合いだって？おい、ジョジョ、お前何かごまかそうとしてないか？この島は人の住むようなところではないらしい。面白そうな闘技場のようではあるが。何？隣の島だったか。エイジャの石石を持つ女がいるという島は俺一人か。カーズたちはまだ石石がこの地にあることを突き止めておらぬようだ。てめえ、もうリサリサのことを突き止めて追ってきたのか？エシリシ！ほう、そうか。お前も今着いたところか。ワムーよ。な、エシリシ様。おう、ナオ！こいつはヤバいぜ。ワムーまで来やがった。柱の男が同時に二人。オーノー、エシリシだけじゃなくてワムーも。恐れながらカーズ様、すでにご到着なさっています。
おお、カーズ、お前も来たか。は、柱の男が一度に三人だと？こいつはやばい、冗談じゃねえ。オーマイガッド、カーズまでやってきよった。どういうことじゃ、わしの知る過去とは違っておるのか。カーズ、石石はここではない、隣の島だ。うん、そのようだな。ではそこのゴミを始末してから乗り込むとしよう。カーズ様、エシリシ様、あのジョジョという男と私はローマで決闘の約束をしました。ぜひ戦いの許可を。待て、ワム、あの男、それなりの波紋使いに成長したようだ。まずは俺が遊ぶ。はっ。ならぬ。二人とも、我々の目的はあくまでエイジャの石石を手に入れるということを忘れるな。奴らの処理など吸血鬼どもに任せればよい。な、吸血鬼だと？ちょうどいいぜ。ここでの修行の成果を試すチャンス。吸血鬼ごとき、ひとまとめにして倒してくる。チキショー、やってやるぜ、てめえら。胸口を叩く、呼吸を整えろ。オープンだけ。そいつらを始末しろ。悪用で吸血鬼ども。はっ、てめえ、す、今すぐ。グーディー、行くぜ。行くぜ。いくぜ。はっ、てめえ、す、今すぐ。いいリズムだ。はっ、てめえ、す、今すぐ。任せろ。このまま全員叩き潰すぜ。はっ、てめえ、す。最高の波紋を維持できるぜ。修行の成果を実感できる。俺たちの波紋は強くなってる。